今日は頑張ってコメント拾っていくからね。あー、たくさん来てくださってます。ありがとうございます。あおすごい、たくさんの方が、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。あ、よまる？そやで、よまるです。よまる、復活しました。そう、あの、ショールーム、10期生オーディションのショールーム配信で、40番のよまるちゃんとして、配信させていただいてて、その時にね、たくさん見に来てくださったんですよね。ありがとうございます。はあ、そうやって言ってるうちにコメントがね、流れちゃうから、今日はめっちゃ拾うからね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はあ、ワイの愛車、あら、愛車、ありがとうございます。ドライブしような、一緒に。え、なんかめっちゃ恥ずかしなってきた。ちょっと待って、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、始まっちゃった、始まっちゃった。初の顔出し配信、そうなんです。ラジオから顔出しまで、なんか恥ずかしいな、どうやろう。ちょっと恥ずかしい。候補生時代のピン止め残ってるで。え、無理、嘘、マジで、残ってんねや。ちょっと恥ずかしいな。でも嬉しい。ムーチョさん、レインボーペンライト。ちょっと待って、言い方忘れちゃった。フリフリ、ありがとうございます。ありがとう。たくさん。あ、ゴーシさん、キラキラ、ありがとうございます。ありがとうね。ムーチョさんも、ペンライト、たくさんありがとうございます。初見です。いや、初見じゃないですよね。ね、よまるちゃん時代にもたくさん聞きに来てくださってましたよね。ありがとうございます。あー、こんなにもたくさんの方が来てくれるなんて。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、またコメントが流れてる。少々お待ちを。お久しぶりです、お久しぶりです、来てくださってありがとうございます。あー、でも初見さんの方もたくさん来てくださいました、ありがとうございます。ちょっと自己紹介します。 NMB48 10期研究生、大阪府出身半たちのアイシャンこと内田愛車です。よろしくお願いします。アイシャンって呼んでくださると嬉しいです。ぜひぜひ覚えててください。こんばんは、こんばんは。 350cc さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいやって。おお、あ、こんばんは、こんばんは。服かわいいね、ほんまに、ありがとうございます。今日も肩出しやな、なんか。ね、今日はこういうなんかオフショルダー、なんていう、肩空いてる、ここだけ空いてますよっていう水色のワンピースを着ています。今日はね、清楚なかわいい系です。肩破れてるよ。可愛い服だね、ありがとうございます。そう、肩破れてんねん、これね、可愛いんですよ、お気に入り。ちょっとね、清掃可愛い系なんです。あ、あ、ちょっと待って。またコメントが流れちゃう。あかんかんかん、頑張って拾うからね。おお、やっとお顔が見れた。こんにちは、いや、こんばんはやな。お会いできて嬉しいです。また再会ですね。あ、初見さんもたくさんありがとうございます。モバメ、あまあま、そうなんです。撮ってくださってる方ですね。そう、私、あのモバメを10期生みんなモバメ始めたんですけど、あの初めて1ヶ月ぐらいなんですけど、みんな個性が出てきてる頃くらいかな。私はめちゃめちゃあまあまのモバメをしてます。なんかそのあまあまのアイシャンとの、あなたとアイシャンだけのラブラブのあまあまのモバメもなんですけど、実はもう一個私が勝手にコーナー作ってて、そのコーナーがアイシャン先生のほどもど保健室っていうコーナー作ってるんですけど、そっちにはお悩みだったり質問だったり、そういったものをあのお答えするっていうやつです。あとはね、あの皆さんを全力で癒すという
コーナーになっております。気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。待ってます。あーこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ちょっとできるだけめっちゃな拾いたいのに拾うの下手くそ。タイトルのところ変えとかないとね、オーディションの時と同じ。ほんまやね、変えとかんとあかんな。そう、そのままらしいんですよ、気づかなかった。でもちょっと懐かしい。そう、よまるちゃん時代だからね。マミポコパンチュさん、ハート10個ありがとうございます。イエイ、ありがとう、ほんまにありがとうございます。おお、初見です。いや、初見さんじゃないですね。ありがとうございます。ドヤ顔好きです、ほんまに。ちょっとシュール。ありがとうございます。あ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。よまる、おめでとう、ありがとうございます。来てくださって本当にありがとうございます。よまるちゃん時代からね、よく見に来てくださってましたね、覚えてますよ。あーという、お、待って、ほんまに流れちゃう。読むの相変わらず下手やな。こんな感じで当時も配信してたので見えることが嬉しい。あ、でもね、あのラジオ配信してた時は今以上に落ち着かなくて、ずっと立ち上がってこうして部屋の中歩きながら配信してました。たまに紙袋かぶったりして。あ、キャンプでレイニャさん釣ってた子や。そうなんです。いや、でもバチラバシさんが私のことをお気に入りの女の子にしてくださったんですよ。嬉しい。いや、もうめっちゃキュンキュンしちゃいましたね。でもね、イロハンが選ばれちゃったんです。いや、でもイロハン可愛いから気持ちわかる。いや、でも悔しい。あのハンカチあったらキューってなってた。お久しぶりです。あー、お久しぶりです。来てくれてありがとうございます。マソップさんね、前めちゃめちゃ来てくださった方ですね。あ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。さあ、コメント読みは成長したのか。成長してないですね、今めちゃめちゃ遅いです。全然成長してなかった。はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。そう、またあー言っちゃうの。そう、コメントね、読むのがゆっくりすぎて置いてかれちゃうんです。かわいい、ほんまにありがとうございます。そう、もう照れる照れる、ニヤニヤしちゃうよね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。目に留まったコメント読んでったらええねんで。そう、そうですよね、そうですか。日本語おかしかったな今。でもね、ほんまはな、あの片っ端から全部読みたいんです。でも読んでったらね、あの私めっちゃ読むの遅いから。もうやばい、日が暮れちゃう。いや、もう日は暮れてるか、夜ですね。あ、社員さん、すごい、なんだこれは、なんかん巻物のこう和室とかに飾ってあるやつ。ありがとうございます。あ、面白い女、ありがとうございます。ありがとうございます。社員さんもね、来てくださいましたよね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。プーください。え、いいんですか。みやさん、すみません、何回もプーをお借りしちゃってるんですけど、ちょっとお借りします、今回も。すみません、あの有料だったら払います。じゃあプー行きます、お借りします。プー、どうやろう、大丈夫かな。大丈夫かな、これ。こんばんは、こんばんは、アイシャンかわいいよ、ほんまにありがとうございます。嬉しいな、やっぱ可愛いって言われるとね、モチベ上がるね。リンタクさん、ハートをたくさんありがとうございます。おお、アイシャ助けに来たぞ。あー、ありがとうございます、助けに来てくれた、ヒーロー来ました、ありがとうございます。いや、嬉しいな、お久しぶりですね。あ、湯気出てきた、湯気出てる、もうね、緊張しすぎて沸騰してきます、沸騰してきてます。いや、恥ずかしいな。アサニャがアイシャンのコツン可愛いと言ったら調子に乗ると。そう、あのね、アサニャのコツンを前にこの間お借りしたんですよ。ごめんね、アサニャ、お借りしました。いや、でもね、やっぱり本家可愛いです。本家が何よりも可愛いので、皆さんアサニャのコツンも
ね、たくさんリクエストしてあげてください。おー、ちょっと待ってね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はじめまして、はじめまして。10期研究生、大阪府出身、20歳の愛さんこと内田愛さんです。よろしくお願いします。ぜひぜひ覚えてってください。あ、しゅんさん、レインボー星ありがとうございます。いや、これ星じゃないな、ハートやな星ありがとうございます。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。こんばんは、こんばんは。京亭さん、音符ありがとうございます。またハート作っちゃう、なんか癖なんかな音符ありがとうございます。京亭さんもいっぱい来てくださいましたよね、ありがとうございます。あ、としかずさん、結婚してありがとうございます。なんと早速プロポーズされちゃいましたねキラいやー、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って。ヒロボーイさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう、10個もたくさんくださいました。ミュウさんみたいにバンされへんように私その配信見てました実はめっちゃ面白くって、え、こんなことあるんやっていう感じでしたよね。いや、でもセクシーだからミュウさんはちょっと待って、どこまで読んだっけ。あったあったあった、京亭さん、音符ありがとうございます。牛さんさんもレインボー星ありがとうございます。あ、固定、そう、まだね、ショールーム審査の時の候補生の時のねやつがまだ残ってるみたいなんですよ。ちょっと迷う消すべきなんやけど、消すの迷っちゃう、ちょっとなんか寂しいラジオ配信時代に会えなくてごめんね。いえ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 、今会えたから全然嬉しいですありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。よまよまよま、旧よまルーム、旧よまルームだ、そうですよ、こんにちは、元40番のよまるちゃんです、ね、やばいね、そう思うと感慨深いね、あのラジオ配信してたのに顔出しになる日が来るなんて嬉しいな。こんばんは、こんばんは。 350cc さん、アイドルありがとうございます。アイドル、アイドルになっちゃいました。こんばんは、こんばんは、初見です。あ、初見さん、はじめまして。10期研究生、大阪府出身、20歳の愛さんこと内田愛さんです。よろしくお願いします。嬉しい、来てくれてありがとうございます。よまる、久しぶり、久しぶり、待ってましたよ覚えてますよ。これが噂のよまるちゃんか。え、噂になってたんですか嬉しいな。そうです、噂のよまるです。噂、自分で言っちゃった自分で言っちゃったけど、でも来てくださってありがとうございます。ラジオでしてたんだっけ。あ、そうなんです、あの10期オーディションで、あのショールーム審査があって、その時に40番のよまるちゃんとしてラジオ配信してました。あ、まみぼこパンチュさん、ハートまたありがとうございます。みーきさん、みーきさんさんキラキラありがとうございます。今日は裏ナンバちゃんで山本美香奈さんが出ますね。見ますめっちゃ感じた。見なくては絶対見ますよ。あ、みーちゃんと見ようかなミリア美香奈さんが可愛い可愛いってめちゃめちゃ裏で言ってるんです一緒に見ようかな。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はあ、牛さんさん、ハートありがとうございます。いっぱいハートくださる。こんばんは、こんばんは。350cc さんもハートありがとうございます。ラブテストさん、赤いペンライトフリフリありがとうございます。私がね、ペンライトカラー赤白やから赤にしてくださったんかな、嬉しい。しゅんさん、これはなんて書いてるんだ。え、ちょっと待ってね、なんかね、待って、あ、前髪しか映らんかった、ごめんね。え、あ、文字がなんか、あの和室に飾ってある和室に飾ってあるプレゼントありがとうございますごめんね、文字が、え、ちっちゃくて読めなかったごめんなさい。ウィッサーさん、ハートありがとうございます。アイシャン、あざといよね、ほんま、あざとい、でもこ、あざといっていうか、このポーズしちゃうよね。ちょっとなんか私なりのあざとさをのポーズ作りたい。あ
あーそろそろお時間が来ちゃいました。あー読み切れなかった、ちょっとマジでちょっと名残惜しい。でも本当に本当に来てくださってありがとうございます。あー今日も可愛いね、ありがとうございます。じゃあ早速ランキングを読んでいきたいと思います。いやー寂しい、終わりたくないな、あと4時間ぐらいは全然できるのにランキングどこやっけ、あった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 、ライブランキング読んでいきたいと思います。13位から お名前を呼ばせていただきます。13位、りんたくさん、ありがとうございます。でパチパチしたらめっちゃ揺れるな、ごめんなさい、ありがとうございます。12位、りんさん、ありがとうございます。パチ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 ありがとう。11位、ムーチョさん、ありがとうございます。パチ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 、エアパチ10位、としかずさん、ありがとうございます。いやありがとう、パチパチ。そして9位、牛さんさん、ありがとうございますパチ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 。8位、しんちんさん、ありがとうございます。イエーイ、パチパチパチごめん、パチパチ言っても揺れちゃうなカメラ、ごめんなさい。7位、 350cc さん、ありがとうございます、パチパチ。6位、あゆさん、ありがとうございます、パチ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 。 また揺れそう、ちょっとなんかでもパチパチしたいね5位、あカルピーさん、ありがとうございます、パチ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 4位、マソップさん、ありがとうございます、ありがとうございます、パチ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 。そして第3位、石田が三成さん、ありがとうございます今お腹でパチパチしました、ありがとうございます。第2位、社員さん、ありがとうございます、めっちゃお腹のいい音でほんまにありがとうございます。そしてそして第1位はドゥル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 じゃん、しゅんさん、ありがとうございます、イエーイありがとうございます。本当にいやたくさんの方が見に来てくださって本当に嬉しかったです。あのラジオ配信のよまるちゃん時代の時からあの見てくださったり応援してくださる方も、初めてあのあごめんねコメント読めなかった、はい、初めてあの見に来てくださる方もあの短いお時間だったんですけど来てくださって本当にありがとうございました。あ終わっちゃうね、じゃあそろそろお時間なので終了したいと思います。いや寂しい、コメント読めなくてごめんね。あタワー、あタワー、タワー、えタワーくださったんですか、いやありがとうございます、ちょっと待って、タワー再現したい、タワー、タワーありがとうございます、本当に本当にありがとうございます、あ本当にありがとう。じゃあそろそろ終了したいと思います。皆さん、夜遅くまで、遅くかわからないですけど見てくださりありがとうございました。お仕事、学校、家事、育児などいろいろ今日も一日お疲れ様です。それじゃあまたショールーム配信きっといつかまたするので、ぜひぜひその時まで楽しみにしていてください。ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。